1984年の野球において、メジャーリーグベースボールのポストシーズンは10月2日に開幕した。ナショナルリーグの第16回リーグチャンピオンシップシリーズは、同日から7日にかけて、計5試合が開催された。その結果、サンディエゴパドレスがシカゴカブスを3勝2敗で下し、球団創設16年目で、初のリーグ優勝及びワールドシリーズ進出を果たした。この年のレギュラーシーズンでは両球団は12試合対戦し、6勝6敗の5分だった。今シリーズ最初の2試合はカブスにとって、1945年のワールドシリーズ最終第7戦で敗れて、以来39年ぶりの本拠地球場、リグレーフィールドで戦うポストシーズン試合だった。カブスは、初戦でリーグ優勝決定戦史上最大となる13点差の大勝を収め、翌日の第2戦にも勝利して、リーグ優勝に王手をかけた。しかし舞台がパドレスの本拠地球場、ジャック・マーフィースタジアムへ移ると、一転してパドレスが3連勝し、逆転でリーグ初優勝を決めた。5戦3勝制のシリーズにおいて初戦から2連敗の、あと3連勝で逆転したのは、リーグ優勝決定戦では1982年。アメリカンリーグのミルウォーキーブルワーズ以来2年ぶりに、球団目、ポストシーズン全体でも3球団目である。シリーズ MVP には、第4戦で、同点的自打、勝ち越し的自打、サヨナラ本塁打の3種打を放つなど、5試合で打率、400.1 本塁打、7打点、オプス 1.029 という成績を残したパドレスのスティーブ・ガービーが選出された。しかしパドレスは、ワールドシリーズではアメリカンリーグ王者デトロイトタイガースに1勝4敗で敗れ初優勝を逃した。今シリーズでは MLB 審判員の労働組合がポストシーズン出場球の分配条件変更を求めてストライキを決行したためアマチュア野球の審判員らが代わりに出場した。労使交渉は今シリーズ最終戦当日の7日までに妥結され、その日の試合には開催地カリフォルニア州サンディエゴ在住の正規審判が緊急招集された。1984年のナショナルリーグ優勝決定戦は10月2日に開幕し、途中に雨天順延を挟んで6日間で5試合が行われた。日程、結果は以下の通り。勝ち、リック・サトクリフ杯、エリック・ショー本塁打。CHE、ポブダーニャー1号ソロ、ゲイリー・マシューズ1号ソロ2号3ラン、ディック・サトクリフ1号ソロ、ロンセイ1号ソロ審判、球審、ディック・カベノー、塁審、1塁、デーブ・スリッケンメイヤー、2塁、ジョー・ポイポーニ、3塁、ジョー・マー試合開始時刻、中部夏時間午後1時26分試合時間、2時間49分、観客、36,282 人気温。華氏63度詳細、BASEBALWL-REFERENCE.com マッサル、スティーブ・トラウト杯、マーク・サーモンド S、リー・スミス審判、球審、デーブ・スリッケンメイヤー、塁審、1塁、ジョー・ポンポーニ、2塁、ジョー・マー、3塁、ディック・カベノー試合開始時刻、中部夏時間午後1時23分試合時間、2時間18分、観客、36,282 人詳細 BASEBALL-REFERENCE.com マッサルエド・ウィットソン杯デニス・エカーズリー本塁打 ST ケビン・マクレーノルズ1号3段審判球審テリー・ボビー塁審1塁フランク・カンパーナ2塁フランク・フィッシャー3塁ジョン・スチュワート試合開始時刻、太平洋夏時間午後5時33分試合時間、2時間19分、観客、58,346 人詳細、BASEBALL-REFERENCE.com マサル、クレイグ・レファーツ杯、リー・スミス本塁打、CHC、ジョディ・デイビス1号2ラン、レオン・ダーラム1号ソロ SD、スティーブ・ガービー1号2ラン審判。球審、フランク・カンパーナ、塁審、1塁、フランク・フィッシャー、2塁、ジョン・スチュワート、3塁、テリー・ボピー試合開始時刻、太平洋夏時間午後5時27分試合時間3時間13分観客58354人詳細 BASEBALL-REFERENCE.com マサルクレイグ・レファーツ・ハイリック・サトクリフ・エースリッチ5世紀本塁打 CHC レオン・ダーラム2号2ランジョディ・デイビス2号ソロ審判球審ジョン・キブラー塁審1塁ポール・ランディ、二塁、ジョン・マクシェリー、三塁、ダグ・ハーベイ試合開始時刻、太平洋夏時間午後1時23分試合時間、2時間41分、観客、58359人詳細、BASEBALL-REFERENCE.com ありがとうございます。